どうも、ナツメグです。どうも、なるみです。いやー、もう暑い。梅雨ですね。梅雨。いやー、もうずっと雨だもん。蒸し暑いっす ね。こんなに雨降るとは思わなかった。お便りが来てます。ほい。ラジオネーム、レイスプリングさん、ありがとうございます。ありがとうございます。夏目さん、なるみさん、はじめまして。私は今引っ越しを検討しているアラサー女子です。お二人は物件探しのこだわりや外せない条件などはありますか？よければ教えてください。ちなみに私的に不動産屋さん特有の嫌な言い回しは、変な話です。ラジオネーム、レイスプリングさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ほいほい。何これは？引っ越しを今検討してるんですけど、僕らが物件探しの時に外せないポイントとして持っているのは何ですかという。これね、僕、いくつかあるんですけど、ただこのアラサー女性に当てはめられるかっていうとちょっと微妙なのが、僕1階が好きなんですよね。マンションの1階。それなぜかっていうと、忘れ物した時にすぐ取りに戻れるとかさ。わかるわ。エレベーター乗んなくていいとか。これ16階とかだと。そう。忘れ物いいやってなるじゃん。財布忘れたのに16階とかさ、20階とかもうマジで辛いでしょ。僕ね、1階が好き。それいいっすね。平屋じゃダメ？平屋でもいい。平屋でもいいですよ。とにかく自分の部屋が1階にあると嬉しいなと思って、割とね、引っ越すといつも1階にしてますね。ただ防犯上2階以上がいいっていう人もいるからね。なんとも言えないんですけども。夏目さんは何かある？ちょっと多分これはググったら出てくるんですけど、まず物件探しの時にいくつかポイントがありますよね。なるみさんは1階って言いましたけど、例えば駅からの距離。ああ、駅からね。と、あと間取り、純粋に、うん。広いのがいいとかね。あとなんかトイレが2つある方がいいみたいな。わかんないですけど。と、あと家賃。で、あと、どこの駅か。どこの、まあ港区とかなのか、地域か。で、あと、まあ地域に紐づきますけど、近くに何があるかですよね。コンビニの近くがいいとか。で、物件探すっていうのは、どこかを妥協し、どこかを取りに行くみたいな、なんかバランスなゲームなんですけど、その時の状況にもよりますよね。例えばですけど、じゃあ、一人暮らし、新卒のワンルームなのか、40歳、子供6人ですみたいなのと。まあもう全然違うからね。で、じゃあ僕が何を大事にするかというと、やっぱその時のタイミングによるな。例えばリクルートの時は当たり前に出社しなきゃダメだったので、東京駅に本社があって、東京駅に通える距離、僕なるべく電車乗りたくなかったんで、チャリとか徒歩で通える距離にしたりとか。そういう意味だと今って出社、まあ人によるけど出社しなくていいってなってるとさ、そう、どこでもいいですよね。どこでもいいし、あと駅から遠くてもいいなって思うんだよね。から電車乗らねえし、選択肢が増えてるような気がするよね。そう思う、駅から遠くていいですね。距離に関しては割と自由度が高まったよね。むしろチャリの方がいいしみたいな。なんかいろんな駅の違う路線のいろんな駅のちょうど中間ぐらいでもいいなっていうね。はい、あちこち行けるみたいな、そういうのもすごいいいなと思う。確かに。今だと多分ググったら出てきますけど、ヨッピーさん、ライターのね、有名なヨッピーさんの記事で、あの物件探すやつがあって、ヨッピーさん何度か多分クソ物件でクソ不動産にブチ切れたりしてたんで、でいい不動産と一緒に探すってやってましたけど、ヨッピーさんは駅からの距離を無視するって言ってました。チャリ乗るからいいっつって。もう探すときにその代わり安くしたり、いい家探すっつって。それもコスパがいいよね。そうするとね、そこ割り切っちゃえばね。だから全部は絶対にないんで、全部が叶うのは、何を無視するかっつーバランスゲーですね。あとはまあタイミングで縁だよな、マジで。ちょうど空いたとかで。僕は何かっつーと、さっきも言ったけど、場合によるけど、なんか僕は違う気がする。シェアハウスやるんで間取りが特殊すぎるわそうめちゃめちゃ部屋がなきゃダメっていうね。めちゃめちゃ部屋がなきゃダメで、そんな家ほとんどないっていう、そもそも。はい、アラサーのデイスプリングさんにはあんま関係ないっていうね、シェアハウスやりたい人に向けの話だからね。普通に住むだと何なの？まあ場所とか。そうっすね。まず大前提、順番としては大枠どの地域かっすよね。まず山手線の内側なのか外側なのか全然違うし、東京だったら大阪でも、あの堺に住むのと梅田に住むのは意味が全然違うじゃないですか、もう場所が。だからそれ言ったら、なんか赤道より上か下かところからだんだん絞り込む。そうでも、いやでも本当そうだと思うんですよ。で別に世界中どこでもいいわけなんで、でまあ今だとちょっと海外行けないんで日本になるかもしれないですけど、まずじゃあ大きく絞っていくと、関ヶ原より上と下どっちがいいですか発想が信長どっちの国を取るの、まず関ヶ原と上と下でそういう感じですよね。関ヶ原は現在の三重県だっけ、岐阜県か、岐阜と三重の間ぐらいですよね。その辺なんだ。僕
僕は関ヶ原よりちょっと南の方がいいですね。関西。関西よりも南というか西というかあったかそうだしさ。うんうん、なるほどね。東京だったら一旦ちょっとそこまで広げすぎると話が広がっちゃう。東京だったら僕らのおすすめはあれですよね。ババスよ。ババはまあいいけどね。うん。ただリモート環境ってことを踏まえてどこでもいいってなるとその限りじゃない。立川とかなんだろう。立川とか三鷹とかでもいいのかなとかね。あれは綱島東横線沿いなんですけど。東京なの？うん。東京ついて神奈川行ったんですけど。あの。結構ひっくり返すのやめろよ。多摩川越えると、うん。途端に安くなるんですよ。あ、そうなんだ。まあ県も変わるし。うん、県が変わって途端に安くなって、で綱島って慶応があるんで、あの学生向けのマンションとして安いのたくさんあるんですよね。ああ、それはいいね。学生街ってまあいいよね。でその割に今って学生いないんで、うん、学生がいない学生街って結構いいんじゃないって。そのうち衰退しないかちょっと心配ですけどね。確かに学生戻ってきてほしいけどね。確かに、うん、まあ学生街ってなんだろう、諸刃の剣というか。確かに4月になるとゲロが道に落ちてるっていうね。それはそうですね。ババのロータリーとかですね。そうですね。あとどこだろうな、おすすめなのは。僕ね、昔上野周辺住んでたんですけど、あの辺めちゃくちゃ良かったですよ。あ、そうなんだ。駅が無限にある、無限有限なんですけど、もうなんか無限ではないけど、まあめちゃめちゃあるよね、うん、何線でも徒歩で行ける、あの辺って。銀座線とかさ、大江戸線とかさ、京浜東北、細かいのがめっちゃあるもんな。日比谷線めちゃくちゃあるんですよ。メトロがめちゃくちゃあった。うん、あるある。だしあの辺りもう小汚いところからハイソなのまで結構何でもあったんで、あと散歩が楽しい、美術館とかたくさんあって。確かに公園もあるしね。うん、上野いいね。上野めちゃくちゃ、上野の公園すごい気持ちいいですよ。まあでもあの公園周辺ってまあすごい高いんだと思うけれど、どうなんだろうな、わかんないね。いや、そうでもないですね。そうでもないの。うん、本当に小汚いのもたくさんあるんで、あの辺。うんうんうん、例えばなんだろう、彼氏彼女とデートで美術館行くことも可能だし、てか散歩が楽しいですね、まずね、家の周りのね、この時期だと散歩が楽しい場所がいいね、やっぱね。大きな公園とかあってほしいな。うん、目黒川沿いとかちょっと人多すぎじゃないですか、さすがに。うん、大体誰かに会うし。であれでしょ、桜の時期家帰れないみたいな、人多すぎて。そうそうそう、家の前にタクシー回せませんみたいな、それ嫌だから。もうちょっと平和なとこがいいんじゃないですか。うん、そうですね、うん、なんだろう、所沢とかいいっすよ。好きっすね。もしこのデイスプリングさんが西武ファンだったら野球も見に行きやすいしね。はいはい。まあね、あの引っ越しのこだわりや条件はもうね、人とライフスタイルによって変わりすぎるからね。そうそう、全然だから一般化できない。もう僕らが極論何を大事にしてるかという言うしかなくて、僕は1階っていうね。そうですよね。で僕は間取りっていうね。うん、しかも 5LDK みたいなね。そうそう。という、もう全然一般ができなくなっちゃうのでね。いや、ほんと、この人のライフスタイル次第ですね。うん。例えばリモートワークで、しかも家族と一緒だったら仕事部屋あった方が絶対いいし。そうだね。うん。あの、より詳細な状況を送っていただけると。もうちょっと喋れますって感じですかね。うん。返せますね、はい。お便りありがとうございます。デイスプリンさん、ありがとうございます。ドッ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 。なあにこれは。どんぐり FM 他にも来ております。はい、ラジオネーム猫になりたいさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。ゴールデンウィークに実家に帰った際に父に最近何してるのか聞いたところ、日露戦争について調べていると帰ってきました。すげえなそれ。お二人はご両親が最近何をして過ごしているとかハマっているのかとかご存知ですか。ラジオネーム猫になりたいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんすかね、日露戦争について調べるってすごいですね。日露戦争ってなんだっけ。日本とロシアの戦争ですよね、当たり前だけど。あれか。そうだな。1914だった気がするな。1914、いや04じゃない、1904か。日露戦争は1904かな、うん、04か。明治の多分。これウィキペディアで検索とかしてるのか、図書館で本読んでるかみたいな。ね、面白いですけどね。でもそれってあれでしょ、実家帰って、ただいま何してんのっつったら、今日露戦争について調べてるっつって、うえーって。すげーってなるね。うん。で、何かと言いますと。お二人のご両親が何を最近ハマってるか知ってるっていう。なんだろうな。考えてる時点であれでしょ、知りませんってことでしょ。なんかね、家庭菜園めっちゃやってた気がする。へえ。最近ちょっと流行ってない、なんか家の近くに1畳、はいはい、2畳分ぐらいの、ね、そうちっちゃな畑を借りて野菜作るやつ、うん、そういう割と一般的なことにハマってましたね、確かね。うんうん、そんぐらいかな。夏目さんは。いや全くわかりません。全く
わかりません。わかりませんということで。でもすごいですね。日露戦争について調べようと思って調べる、そういう知的好奇心は楽しいですね。いやー、いいですね。僕、この間、ウィキペディアで江川卓調べたんですよ。ほう。江川卓のページはえぐいっすよ。めっちゃ濃い。とにかく濃い。見たくなっちゃうじゃん。江川って、すいません、これまた野球の話になるんで。そうですね。先言っとかないともう。うん、はい、今すぐ再生ボタン止めてもいいんですけど、江川卓っていうのはね、今視聴者数が半分になりました。まあ1970年代に巨人に入ったね、すごいピッチャーなんですけど、まあ巨人に入りたかったんだけど、なんかドラフトって必ずしも好きなチーム入れるわけじゃないから、なんか裏道で巨人に入ろうとして空白の一日っていう事件を起こしたんですよ。その空白の一日の背景から江川という男の一生から、死んでねえ、死んでない、死んでない、今生きてんだけど、読売グループと当時の西武グループの確執みたいな。当時の西武は堤帝国の中であちこち飛んじゃってね、江川卓はめちゃめちゃ読み応えありました。めちゃ長い、土曜日の午後を使いましたよ、江川卓。めちゃ長い、めちゃ長いよ、すごいよ、完成度半端ない。これ作った人大好きだな。すごいよね、あの新書一冊分ぐらいいけるから。いける。で超楽しいの。あのね、良質なノンフィクション読んでる感じ、江川卓。空白の一日事件、空白の一日ってまたねすごいのよ。はーい、ルールブックのほんと隙間をついてどう読んでも合法に見えるんだけど、うん、やっぱ明らかにちょっと汚い手なんで、コミッショナーからそれはダメだよみたいになって、またそれが大問題になって巨人がドラフト会議をボイコットするみたいなことが起きてね、もうめちゃくちゃな事件なんですけど。、はい、それをね18歳の高校生の江川卓が引き起こしてて、うん、その時の江川のマスコミ対応ってまた高校生離れしてるっていうね。長え。すごい読み応えました。はい、ぜひね、あのラジオネーム猫にはね大さん、お父さんにはあの日露戦争の次、江川卓ちょっと調べてもらうといいかもしれないですね。 2,3 年使えますよ、もうほんと、うん、めっちゃ面白いんでね。夏目さん、そういう好きなウィキペディアあります？好きなウィキペディアないな。んそんなないですね。でもなんだっけ、お任せ表示っていう機能があって、ウィキペディアって知ってます？知らない、知らない。ウィキペディア何でもいいから、じゃあ江川でもいいですけど行って、あの左上のロゴの下の方にメインページとかあるんですけど、そこにお任せ表示ってあるんですよ。え、一番下行けばいいの？あ、じゃない、トップ行くじゃないですか、普通に。何でもいいですよ。ある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 。で左上にロゴあるじゃないですか。ある。あれの下に あったお任せ表示、それを押すと、ケニー・カークランドっていうのが出てきたんだけど、アメリカ合衆国のキーボード奏者。これ何、ランダムで来んの？そう、僕イソプロピルチオガラクトピラノシドっていう化学式が出てきました。これいいじゃん。これ楽しくない？めっちゃ楽しい。これ2時間はいける。いけるね。これ2時間はいける。松阪江町かっこ名古屋市って出てきましたよ。ほら、地名とかも何でもありだね。うん、まあ、ウィキペディアはね、あの初音ミクとか、あとエッチな単語とかで検索すると、うん、あのすげえ量になってますね。そうなんだ。うん、でもそういうのをスルーし、僕はお任せ表示をこうひたすらね、ほら見ちゃうでしょ、成美さん絶対押してんでしょ、その顔。お任せ表示押してる。これ楽しいです。へー、これだけでいい。ほら、もうまだ押しちゃってる。あと三毛別ヒグマ事件っていうのは結構いいですね。三毛だっけ、あ、三毛別じゃないっけ、それ。三毛別って読むらしいですよ。三毛別ヒグマ事件。あ、ね、あれですよね、あの、クマがいっぱい食っちゃうやつですよね、人。そうそう、1915年の話なんですけどね。うん、史上最悪のクマ害、クマの害と災害と呼ばれるんですかね、うん。これも読み応えがあるそうですね。そうっすよね。うん。これは有名ですね。いやいやいや。ほら、またお任せ表示ポチってやっちゃった。楽しい。離れられなくなる。離れられないわ。これスマホとかで暇な時にポチッポチっていくともう無理、ずーっと見ちゃう。これはでもなんかちょっとした知識も入ってくるし、暇つぶしとしてはなんかツイッター見るよりいいんじゃない？めちゃくちゃいいんですよ。でめちゃくちゃいいけど、これ僕の中のウィキペディアの不思議の一個なんですけど、うん、これピコピコ見るじゃないですか。この後お家帰ったりしてご飯食べたりするじゃないですか、うん、何見たっけって思い出そうすると何にも覚えてないですよね。あの2時間は覚えてないんだ。これが空白の2時間事件と言われてるどんぐりの。